はい、どうもこんにちは。今回ですけども、出雲駅伝区間予想、中央大学、城西大学編ということで、今回ですね、やっぱ中央と城西のですね、出雲駅伝の区間予想考察をやっていこうかなということで、まあ、いよいよですね、もう2週間近く先に迫ってまいりましたというような状況でして、今回はですね、城西、中央ということで、まあ、2つともね、結構盤石なエントリーなんじゃないかなということで、まあ、今回もね、予想考察の方やっていこうかなというふうに思っております。まあ、いつものごとくですね、こういう予想系の動画が苦手な方はですね、ここでストップしていただいてということで、早速ですね、城西大学から見ていこうかなというふうに思っております。まずですね、予想1パターン目ですね、を考えていこうかなというところです。まずちょっと個人的に考えたところとしては、まあ、長い距離ですよね。1区、3区、6区に誰が来るかというところをまずちょっと考えまして、やっぱり中心になってくるのはキムタイ選手、そして斉藤翔也選手、そして山本唯翔選手ということで、まあ、この3人をですね、長い距離に置いてくるんじゃないかなということで、まあ、留学生の選手を置く傾向としてやっぱり3区かなということで、キムタイ選手3区にして、で、山本唯翔選手はですね、まあ、今季もワールドユニバーシティゲームズ1万メートル銅メダルを筆頭に、まあ、1万メートルのね、レースでしっかり結果を出してきていたりとか、まあ、黙々とね、走っていけるタイプということで、箱根駅伝5区で区間賞を取ってますし、まあ、単独走になる6区なのかなというふうに思ってました。で、1区は、まあ、斉藤翔也選手かなということで、ちょっと噛んでしまいましたけども、まあ、こういうふうに配置をしてみました。まあ、斉藤選手ですね、まあ、1500のスピードでキレがあるというタイプではないんですが、しっかりね、まあ、1年生から箱根駅伝2区をね、務めたりだったりとか、まあ、1万メートルの持ちタイムもですね、28分33ということで、まあ、1年生の頃から実力ありますし、しっかりね、上位に食らいついていけるんじゃないかなということで、1区いいんじゃないかなと思いました。そして、まあ、2区は林選手ということで、この選手はね、1500メートルで3分46ということで、まあ、今シーズンもね、3分40秒で走ってますし、スピードがあるということです。で、5000メートルも13分51まで伸びてきてます。で、今季のですね、全日本大学駅伝の関東選考会では、まあ、1区目ではあるんですけれども、最後のところでね、しっかり1位取って、スパートのところで1位取ってきてますし、まあ、スピードというところを、まあ、活かせる区間で言うと2区なんじゃないかなということで、まあ、3区にね、キムタイ選手がいて、ここでね、大幅獲得、利得ができるというところではありますが、まあ、1、2区でもね、遅れられないということなので、斉藤選手しっかり上位に食らいついて、林選手もですね、まあ、他の大学がですね、本当にかなり強い選手が来る予想ではあるんですが、しっかりスピード活かして食らいついてほしいなと。で、3はキムタイ選手で、4が平林選手かなということで、ちょっとね、平林選手に関してはですね、まあ、ハーフマラソンもね、62分で持っていたりとか、関東インカレでもね、ハーフ入賞していて、まあ、長い距離いいのかなと思いましたが、やっぱ唯翔選手だったりとか、斉藤翔也選手がいたりってことだったので、4区かなと思ってます。まあ、今季、13分44ということで、日本選手の中ではね、一番いいタイムもね、持っておりますし、まあ、箱根でもね、しっかりね、9区走ってきているということで、まあ、4区ですね、まだまだね、前が見えたりとか、追っていく展開ではあるんですけれども、まあ、平林選手いいんじゃないかなと。で、山中選手ですね、に関しては、まあ、10区ね、走っていて、10区6位という結果、箱根駅伝でも走ってますし、全日本大学駅伝の関東選考会でもね、上位に入ってきております。まあ、ちょっとね、後半のね、単独走になりがちな区間は、やっぱ上級生が行くのがいいんじゃないかなというところですし、まあ、風もね、あったりする。ね、箱根駅伝10区は結構ビル風がね、あって、まあ、きついコースではあるんですけど、そこをね、しっかり10区6位で走っていますので、5区がいいんじゃないかなということで予想してみました。はい、結構ね、順当にいけばこんな感じになるんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、キーマンは野村選手かなとちょっと思ってまして、野村選手に関しては箱根駅伝1区をね、務めていて11位だったり、まあ、全日本大学駅伝の関東選考会でもう3組ですね、後半ね、の組で1位取っています。で、ちょっと今季のタイムとしてはね、いいタイムまだね、ちょっと今季の記録見るんですけども、まあ、5000や1万に関してはですね、まあ、今季記録で見ると、そこまでいいタイムはね、出していないというような状況なんですけども、まあ、全日本の関東選考会でですね、3組トップを取ってきている。で、箱根駅伝でも1区を務めているってところを踏まえたときに、まあ、1区来るんじゃないかなちょっと思ってます。で、そのパターンをちょっと考えてみたんですけども、まあ、もし野村選手がね、合宿経て調子が上がっているのであれば、ちょっと予想の2パターン目としてちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、まあ、こんな感じでね、野村選手が1区に来て、で、斉藤選手2区かなちょっと思ってます。ちょっと林選手が走らないパターンで考えてるんですけども、まあ、林選手か斉藤選手2区かなと。まあ、でも、斉藤選手はやっぱね、よっぽどのことがなければ出走してくると思いますので、まあ、もしかしたらちょっとね、通りながらですけども、まあ、林選手が2区に来て3区みたいな選手で、斉藤選手がね、2区ではなく、多分4区とか5区とかもあるかなと。まあ、比較的、
後ろの区間、タフなね、風があったりすると、主力選手が来たりするパターンもね、去年の中西大河選手、國學院みたいに、4区にね、主力選手が置けるみたいな状況もあるかなと思うので、もしかしたらね、4区、5区に来る可能性もあるのかなというところで、ちょっとね、まあ、2パターン目としては野村選手1区で、まあ、斉藤選手が、まあ、林選手が2区来て、で、木谷選手、で、平林選手とか斉藤選手が、まあ、4、5あたり務めて、山中選手とかも務めて、アンカー優斗選手かな、というふうにちょっと思ってます。ちょっとこの辺はね、ちょっとご意見聞きたいなと思うので、皆さんもぜひね、コメント欄でコメントしていただければなと思ってます。で、あとはちょっと鈴木健真選手ですね、今回エントリーしてきまして、まあ、高校生の頃ですね、全国高校駅伝のね、1区でね、結構いい走りをしてくれまして、結構注目のね、1年生かなと思って去年は見てました。で、なかなかね、ベストタイムというところでは大きくはね、更新してませんが、しっかりね、箱根駅伝出走していて、駅伝の経験も踏んでますので、まあ、もし出てくるとしたら、4区、5区あたりが有力なのかなと思いつつ、ぜひですね、将来のね、主力選手だと思いますので、まあ、めちゃくちゃ調子が上がってきていれば、1区とかでもね、まあ、ちょっと他の選手がね、有力かもしれませんが、面白いんじゃないかなと思って、ちょっとね、考えてみました、ということです。はい。これもですね、自己ベスト的にはね、上の選手がいるという状況ながら、ここで選手がエントリーしてきたりということで、ちょっとね、両戦もね、面白い選手というか、ネクストブレイクの選手がね、見えてきてるんじゃないかなと思ってます。はい。ではですね、ちょっとですね、一旦体制整えまして、続いてですね、中央大学ですね、見ていこうと思います。中央大学ですね。中央大学に関してはですね、予想の1パターン目としては、ちょっとね、こんな感じで予想をしてみます。ちょっと待ってくださいね、出雲と入れ替えますね。中央大学は去年ね、出雲駅伝に出てますんで、去年とちょっと照らし合わせながらね、見ていこうかなと思うんですが、ちょっとね、パソコンが重いです。はい、変わりました。まあ、1区、溜池選手、2区、大和選手、3区、中野翔太選手、湯浅選手、吉中選手、吉井選手か、俊介選手かなというふうに思ってます。まあ、溜池選手に関しては、去年はね、出雲駅伝5区というところではありましたが、箱根駅伝はね、1区をね、務めてきております。で、まあ、直近でもですね、日本インカレ5000メートル出ていて、まあ、最後ね、吉岡選手に離されてしまいましたけれども、まあ、トラックレースもね、しっかり詰めているというか、まあ、自己ベストも更新していて、箱根の1区の経験もあるということで、まあ、1区ですね、まあ、高校駅伝の頃も1区でね、上位走ってきてましたし、しっかり1区務められるんじゃないかなと思ってます。で、大和選手に関しても何回かね、話したと思うんですけども、まあ、1週間ちょっと前に世界ロード選手権が行われまして、まあ、ヨーロッパの方にね、遠征するということで、まあ、特にそういったのがなければ、去年と同じ1区とか3区かなと、まあ、長い距離かなと思ったんですが、まあ、1週間ちょっと前とはいえ、やっぱね、世界ロード選手権のね、世界大会に出てきて、で、移動とか時差とかの疲れもあるので、まあ、無理させずに2区ね、かなと。まあ、状態が本調子じゃないにしても、大和選手だったら出場して、まあ、この短い距離、スピードが活かせるね、この距離だったら結果出してくるんじゃないかなということで、2区にしてみました。はい。そして3区は中野翔太選手ということで、はい。まあ、中野選手はね、去年も3区務めていて、ちょっとね、不本意な走りというか、悔しい走りだったと思うんですけれども、今年はですね、5000メートルもね、13分24ということで自己記録を更新してきてますし、非常にね、まあ、シーズン序盤もね、ちょっとね、序盤シーズンのところで、転倒があってね、記録出なかったところもありましたが、しっかりなんだかんだね、13分24をね、海外のレースで出してきていますので、調子いいんじゃないかなと。で、ここは去年、完全にたまたまだったんですけど、去年とね、箱根駅伝とね、一緒の流れになったということではあるんで、まあ、1、2、3、まあ、距離も時期も全然違うんでね、たまたまなんですけれども、まあ、去年ね、本当に往路はね、すごかったので、そのパターンでですね、まずは先手必勝というか、先手を取って優位に立ちたいんじゃないかなと思ってます。で、4区は岩佐選手かなというふうに思いました。岩佐選手ですね、アンカーでもね、十分というか、アンカー、長い距離得意なので、アンカーかなと思ったんですが、まあ、今季ね、記録会ですけども、3000メートルで8分フラットで走っていたりとか、まあ、5000も1万も自己記録を更新してきているということですし、まあ、長い距離が強いというのはね、もう明白なんですけれども、まあ、ここは相手のね、まあ、去年山野力選手がね、4区に来たりとか、まあ、他の大学ですけどもね、他の大学なんで、あくまでただの参考ですけども、結構ね、長い距離が強いような選手でも、ここでですね、まあ、安定感、まあ、風があったりとかをしますし、まあ、3区でね、上位に立っているというか、まあ、1位で来ているっていうような、
こう想定だったりすると、岩佐選手でね、しっかり逃げ切る。まあ、スピードもね、本当に3000メートル8分00でついてきていると思いますので、十分4区でいけるんじゃないかなと。で、5区は、まあ、今季ね、大注目というか、監督も一押しですし、まあ、記録とかデータを見ていても非常に楽しみな吉中選手かなと思ってます。まあ、戦後から5000から1万からですね、自己新ラッシュということですし、まあ、13分44までね、伸びてきていますということなので、ここはね、経験も踏まえて、まあ、経験って言っても十分実力でですね、しっかり上位に食い込んでいけるんじゃないかなと思いますので、5区吉中選手。で、アンカーは去年と同じ俊介選手かなと思いました。まあ、吉井俊介選手に関しては去年ですね、もう1年生で1万メートル28分06。もっと言うと高校生でですね、28分11を出している選手ですので、まあ、長い距離もね、しっかりやっていけるのかなと。まあ、若干去年はね、差し込みね、なかなかところがあって、後半というか中盤以降、ちょっと失速してしまいかね、失速というか、ちょっと不本意な走りだったかもしれませんけれども、まあ、なんだかんだね、区間4位でまとめていて、やっぱ実力高いなと思いますし、1年生歴代最高で走ってますので、まあ、今年もね、6区なんじゃないかな、ちょっと予想をしてみました。はい。で、浦田選手もね、今季は3000メートル障害でね、ぐーっと力をつけてきて、まあ、注目選手として名前が上がってます。で、阿部選手もね、前半シーズン、中盤シーズンですかね、関東インカレとか少しね、まあ、調子悪かったとこもあったんですけども、まあ、日本インカレでね、走ってきていたりとか、まあ、爆発力持ち味、柴田大地選手だったりっていうところで、本間選手だったり、かなりね、順当なメンバーかなというところです。では、2パターン目ちょっと考えていったんですけども、2パターン目としては、はい、ちょっと入れ替えますね。まあ、俊介選手、一区大和選手、中野選手、溜池選手、吉中選手、岩佐選手かなということで、まあ、一区ですね、吉井俊介選手も結構面白いんじゃないかなというか、まあ、やっぱ爆発力ね、スパートの力とかもありますし、今季の5000メートルゴールデンゲームズインド秒間ではですね、まあ、実業団選手とかも抑えて最後ね、スパート切れてましたので、まあ、どういう展開になるかというか、まあ、去年は吉本選手がね、ハイペースで行ってましたけども、まあ、ラスト勝負みたいなね、展開になるのであれば、俊介選手も面白いんじゃないかなというところです。で、溜池選手がですね、4区に回るっていうところで、まあ中盤ね、しっかり溜池選手ね、実力あって1区とかね、まあ本当に3区とかもやっていけるようなね、実力だと思うんですけれども、まあ中央大学のその厚さから行くと4区行ってもいいんじゃないかなというところですし、で、さっき話した通り、まあ長い距離ね、ハーフマラソンが強い岩佐選手をですね、ここに置くというような状況で、まあ行くのもいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、あとも阿部選手もですね、阿部選手も去年ね、出走して6区3位だったり、本当にね、誰が来てもいいんじゃないかなっていうぐらいね、順当で層が厚いエントリーだと思いますので、まあ、個人的にはやっぱり牛中選手の出走のところ、まあ、どこの区間に出てくるかと、走りが非常に楽しみかなと思ってます。まあ、主力選手もね、楽しみなんですけれども、やっぱ注目株として、まあ、監督からもですね、駅伝ファンからもね、大注目なので、ぜひ、ここは楽しみにしていきたいなというところでお届けをしていきました。またね、ご意見とありましたら、コメント欄までお願いします。